ん、こんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、私が持っているアイウェアをいくつか紹介していきたいなって思っております。全部を紹介するとすごいことになってしまうので、その中でもピックして最近のお気に入りのアイウェアたちを紹介していければなというふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでですね、今回そのアイウェア紹介ということで、結構質問でもサングラスだったりとかの紹介をしてくださいっていうコメントだったりとかいただくことが多くて、そういえばあんまりやってなかったのかなっていうふうに思ったので、今回はマイアイウェアコレクションということで紹介していければなと思うんですが、主になんだろう、メガネ、レンズとか色がついてない透明のメガネと色付きのねサングラスっていうのがあるんですけど、まずはじゃあ色のついてない方から紹介していきたいと思います。で、まず一つ目がじゃじゃん、こちらです。ビオネッタグラスって呼ばれるような形かな、四角形の細長いやつで、黒縁のメガネです。かけるとこんな感じなんですけど、これがゾフのメガネになっております。私ね、ZOZO で買ったんですよ、これ。で、品番がちょっとわからないんですけど、また記載をしていこうかなと思いますが、これは結構かけることが多いかも、最近特に。わりかし新しめに手に入れた子なんですけど、すごい気に入っていて、なんか形がね、すごい可愛いんですよね。細長いことで、なんかこう顔のバランスもすごくよく見えて、で、あとまあ黒縁なので結構枠がしっかりしてるから顔もはっきりするなって思うし、この顔の余白とかも結構削れるなって思うので、割と小顔に見えるようなメガネかなっていう風に思ってます。でもなんか真四角すぎないから、そんなにこう伊達目感というかもう少ないかなって思うし、自然と割とつけやすいけど、でもこうファッションのポイントになるようなメガネかなと思っております。ベヨネッタグラスは結構オフィスサイレントの組み合わせが可愛いなって私は思うので、そういったコーデとかにかけたりとか、まあ、ちょっとなんか物足りないなっていう時とかにかけたりすること多いかな。続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのメガネです。これもさっきと同じ、まあ、ビオネッタグラスって呼ばれるような形かなと思うんですが、さっきのよりももうちょっと狭い、横幅も狭くてレンズの幅も狭いメガネになっていて、こっちはボルドーかな、ちょっと透けた感じの濃いレッドのフレームになっています。カルバンクラインのもので、私はアマゾンでゲットしました。かけるとこんな感じなんですけど、さっきのよりもやっぱちょっとコンパクトめなので、割と顔にすごくフィットするようなメガネになっています。で、私これあえてこの元々ついてたカルバンクラインのレンズを使っているんですけど、まあ、これ気になる方はもちろんレンズメガネ屋さんで交換するのがいいと思うんですが、私はこのままもう使っちゃってます。こっちのメガネはちょっとこのボルドーっていうのもあって、ややセクシーな印象が出るかなって思います。こっちの黒よりももうちょっと女性らしいというか、これも可愛いですよね。ちょっと最近この黒ばっかりつけちゃって、やっぱ使いやすいので、あんまり赤つけてないけど、赤も赤でやっぱ可愛いなというふうに思います。ちなみにこれはこのフレームのね、内側がちょっと柄になっていて、なんか懐かしくないですか、この柄、こういう柄。私もね、目が悪いので実際に昔もメガネかけたりとかしてたんですけど、なんかこういうようなちょっとフレームに柄ついてたメガネ使った気がするんだよな。だからすっごい懐かしいなって思います。では続きまして3つ目がじゃん、こちらのメガネでございます。これもね、すごいインパクトが出て可愛いメガネなんですけど、これはアベンマーのメガネです。すごいこう角がしっかりしたようなスクエアのメガネになっていて、かけるとこんな感じなんですけど、フレームがすごくしっかりとした太縁のメガネなので、結構あのメガネ感、伊達目感が強い感じですね。メガネが主役になるようなそんなアイテムかなと思うんですけど、まあこれはちょっとシンプルなお洋服の時にかけてあげたりだとか、顔だけちょっと今日寂しい次あるじゃないですか、なんかちょっと足りないんだよなみたいなっていう時とかにかけると割としっくりくるかなっていうふうに思います。まあ、ただフレームというかしっかりとメガネの存在感があるので、私的にはメイクもしっかりめにやってあげた方が可愛いかなっていう気はしてますね。特に目元は、目元が薄いとよりこのフレームとのギャップで目がちっちゃく見えちゃったりとかっていうのがあるかなっていう気もするので、はい、個人的にはちょっと濃いめにメイクしてあげるのがポイントかなって思ってます。続きまして4つ目がじゃーん、こちらのメガネです。ちょっと反射しちゃうね、結構見づらいかな。これもアベンマーのメガネなんですけど、これはキャットアイのメガネになっていて、かけるとこんな感じで、さっきのよりももうちょっとフレームも細いし、割とこの角度がついたメガネになっているので、ポンってかけるだけでもすごくおしゃれ上級者な感じがして、とってもこれも気に入ってるメガネなんですけど、このメガネはブルーライトカットのレンズになっていて、
ややブラウンがかったような感じの色味に見えるかなと思います。なんかキャットアイなんですけど、結構あの太めっていうか、わりかしレンズが大きめになっているので、なんかそんなにこうきつすぎる印象もなく、とってもバランスが良くて、結構これ描きやすいですね。すごい可愛い。でもう一個色違いであって、それがこちらなんですけど、さっきはブラックのフレームだったんですが、次はちょっとねオリーブっぽい感じの色、この透明感のあるすごい綺麗な絶妙なカラーなんですけど、そうこのカラーもすごい可愛くて、これもレンズは同じような感じでややブラウンがかって見えるかなと思います。私は結構このオリーブもすごい好きですね。なんかブラックよりもよりこう馴染みがいいので、なんかほんとサッとかけれるっていうか、すごくおしゃれなフレームカラーだなと思うので気に入ってますね。やっぱフレームが細いっていうのが可愛いですよね。太いのも太いので可愛いけど、細いのもまたちょっとこうこなれ感が出るというか、どんなシーンとかでも描きやすくってすごいいいかなって思ってます。続きまして6個目がじゃじゃん、こちらのメガネなんですけど、これもちょっとフレームはグリーンがかったピスタチオカラーかなになっていて、すごいおしゃれなカラーです。さっきのよりももっとフレームが太い、はい、メガネになっております。これが S ザーデっていうところのメガネになるんですけど、この S ザーデっていうところね、もういくつか私も持ってるんですけど、すごいあの可愛くてすごいおしゃれなデザインが豊富なけど、お値段もそこまでなんか高すぎなくって、すごいおすすめなブランドです。これもすごい可愛いんですよね。これはまあ太めなので結構インパクトが出るかなと思うんですが、さっき紹介したようなブラックのものとかよりも軽い感じのカラーなので、一見ちょっと難しそうなカラーじゃないって思うかもしれないんですけど、意外とね馴染みがいいから描きやすくって、これも気に入ってます。ちなみにこのレンズ今透明に見えると思うんですけど、超光レンズになっているので、日光に当たると結構色が変化して、ちょっとなんかピンクっぽい赤っぽい感じのカラーかなになります。それもすごい可愛いんですよね。お昼間はちょっとカラーのつくレンズだけど、夜とかは割と透明っぽく見えるような、一日でもちょっと雰囲気が変化するようなメガネなので、そこもすごい気に入ってます。てかなんかわかります？こうメガネ撮った時のなんか顔物足りな感すごくないですか？なんかやっぱメガネかけてることでちょっとこう顔の余白が削れるから、これに慣れてしまうとメガネ撮った時のなんかなんもなかったっけっていうか、だから割とメガネにハマる時期はもうとことんハマってめちゃくちゃつけます。私は今日なんか寂しいって思っちゃうから、一回ハマると抜け出せないんですけど、多分これはね共感してくれる方がいるはずはい、ということで、とりあえずこんな感じで、まあ、透明のクリアなレンズのメガネは以上で、続いてサングラスに移ろうと思うんですけど、サングラス結構いっぱいあって、まず1個目がこれから紹介しようかな、このサングラスなんですけど、ベラってものかな、VELA っていうところのサングラスなんですが、これはややカラーのついたレンズになってますね。グリーンっぽい感じのレンズかな、かけるとこんな感じなんですけど、これもすごく夏っぽくて可愛いんですよ。これからの時期だからすごい活躍してくれそうかなって思ってるんですが、べっ甲のフレームなんですけど、このべっ甲も結構オレンジ味が強くて明るいので、軽い感じ、重くならずにつけられるメガネかなって思ってます。これもすごくおしゃれで、なんかあんまりこう見ないような感じのデザインだったりとか色使いかなっていう風に思うので、かぶりにくい感じもしますし、ちょっとこうカラーだったりとか形とかも珍しいような感じのタイプかなとは思うので、すごく使いやすいとかってわけではないけど、コーディネートマッチするときとかはかけてあげるとすごく可愛くなるサングラスかなと思ってます。続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのサングラスになっております。これが MCQ っていうアレクサンダー・マックイーンのアイウェアなんですけど、私が持ってる中でおそらくこれが一番フレームだったりとかが太くて割とゴツゴツしてるサングラスかなって思ってます。かけるとこんな感じなんですけど、結構本当に大きめで顔が本当にこうちっちゃく見えるような、そんなサングラスかなと思ってるんですが、これはちょっとレンズが透けていて、メガネかけた時もやや透け感のあるような感じなので、こんだけ大きいんですけどなんか真っ黒ってわけではないから、私あんまりこういった太めのサングラスをかけることが少なくて、どっちかっていうとまあちょっと細めというか、ここまで本当に太いのはなかなか持ってないんですけど、レンズも透けてることで重たくなりすぎなくって意外とかけやすいメガネ
です。形だったりとかデザインとかもすごいハイセンスな感じで、個人的にはイケてるサングラスかなって思ってます。ブレンもめちゃくちゃ太いんですよ。3センチぐらいあるんじゃないかなと思うんですが、すごい太めなゴツゴツとしたメガネになっております。続きまして3つ目がじゃん、こちらのサングラスでございます。これはですね、Amazon で買ったサングラスです。ただただ私がこういった形が欲しくって、とりあえずでって言ったらあれですけど買ったサングラスです。なんかちょっとこういうスポーツ系のサングラスが流行った時期があって、その時に可愛いと思って、とりあえずなんかこういったメガネ欲しいなって思って Amazon で買ったメガネなんですけど、意外とこれも気に入っていて、まあ、角度はややあるんですけど、すごいあるわけでもないから意外とかけやすいし、フィット感っていうか、やっぱスポーツ系のサングラスなのですごいこうフィット感がよくって、割とストレスなくっていうかかけられるような感じなので結構気に入ってます。ちなみにこれブラックですごいマットな感じのフレームになっております。このカーブがかった感じがね、やっぱスポーツサングラスならではかなと思うんですけど、もう一つこれの色違いがあって、それがこれなんですけど、こっちはシルバーのフレームになってます。ややツヤのある感じの光沢感のあるようなフレームになっています。これもこれでね、すごい可愛い、ちょっとサイバーチックじゃないですけど宇宙人っぽいようなカラーリングで近未来感もあって、わりかし気に入ってます。さっきのブラックよりもやっぱ個性感が出ると思うので、なのでこれもすごい私的には好きで、割と私はブラックよりもこのこっちのカラーをかけることが多かったな、これに関しては。で次が5つ目なんですけど、5つ目も同じような形のものなんですが、じゃじゃーん、こちら、さっきと同じじゃんって思うと思うんですけど、さっきのはフレームがマットだったと思うんですが、こっちはちょっとツヤのあるタイプのフレームになっていまして、これもさっきメガネ紹介した時にも出てきたエスザーデっていうところのサングラスなんですけど、これもそのスポーツ系の感じのサングラスで、こういった感じ、さっきのよりもこっちの方が断然大きいです。縦の幅っていうのかな、が結構大きめで、よりこう顔を覆えるような感じのメガネになっているんですが、これもこれですごい気に入っていて、かけるとすごいこう強い感じっていうか、もうハンターみたいな感じの印象があるかなと思うんですが、ハンターってみんな知ってるよね、大丈夫だよね、なんかジネギャがありそう、ちょっとそう、このねサングラスも気に入ってます。これもう一つ気に入ってるところがあるんですけど、この横のねフレームの部分がギザギザになってるんですよ。これもすごい可愛くて、横から見た時のふと見えるこのデザイン性が結構気に入ってます。最近割とシンプルなサングラスをかけることが多くなってきたんですけど、やっぱこういったちょっとスポーツ系というかのサングラスも可愛いですね。続きまして6個目がじゃじゃん、こちらのサングラスでございます。これはね H&M でゲットしたサングラスなんですけど、こういった感じでちょっとキャットアイになったサングラスになっていて、これも結構私お気に入りでよくつけてますね。キャットアイなんだけどやや四角い感じのシルエットというか、割と角がはっきりしたような感じのキャットアイのサングラスで、そこが結構お気に入りで、割とこうなんかスタイリッシュな感じのメガネになっているので、キリッとなる感じがあるんですけど、だからちょっとこうかっこいい感じの印象になるかなと思います。私結構サングラスは好きでいろいろこう持ってたりとかするんですけど、本当になんかブランドとかもバラバラというか、こういったねプチプラなやつもあれば割としっかりめなやつも持ってるんですけど、やっぱこういうプチプラなものとかってあんまり気にせずガシガシ私は使っちゃってるんですけど、そうが結構いいなと思って、夏とかねやっぱサングラスの出番より増えてくると思うので、ガシガシ使えるのがいいなって思います。続きまして7個目がじゃじゃん、こちらのサングラスでございます。このサングラスはエイソスでゲットしたサングラスなんですが、こんな感じのオーバルのサングラスで、とっても使いやすい可愛いサングラスです。オーバルなんですけど、ちょっとこうやや下のラインがキュッと上がっているので、普通のオーバルよりは割とスッキリとしたややキャットアイっぽいような中間ぐらいの形になってるかなっていう風に思います。まあブラックでほんとシンプルで使いやすいので、これも割とかけることが出番が多いサングラスですね。やっぱオーバルって可愛いですよね。なんかすごく今っぽくもあると思うんですけど、でもなんか定番な形だとは思うので、流行り廃りもあんまりなく割と長く使っていけそうな形かなって個人的には思ってます。まあでもなんかよくあるオーバルっていうよりは本当に形がちょっと変わった感じなので、これもそういった面でも
気に入っているサングラスです。続いて8個目がじゃじゃん、こちらのメガネです。はい、何が違うんでしょうかっていう感じだと思うんですが、さっきのと比べてみるとやっぱちょっと違いがわかるかなと思うんですけど、こっちもやっぱオーバルのねメガネなんですけど、これがもうほんといわゆるっていう感じの形かなって個人的には思います。横に長い割と平行気味なオーバルのメガネです。これはルスペックスっていうところのサングラスになっています。これも割と最近かなゲットしたサングラスで、意外と私本当にすごいド定番のシンプルなこういうオーバルのサングラスっていうのを持っていないかもと思ってルスペックスで買いました。ルスペックスってところも結構アイウェアブランド有名だと思うんですけど、本当に可愛いのが多くておすすめです。なんかさっきのよりもちょっとレンズがちっちゃいかなって個人的には思ってます。比べてみるとこんな感じなんですけど、縦の幅かなが割とこっちの方がやっぱちょっと狭めになっているので、よりこうスタイリッシュな細長い感じの印象のサングラスかなと思います。続きまして9個目がじゃーん、こちらのサングラスです。これはスクエアのサングラスなんですけど、これも S ザーデのサングラスになっております。かけるとこんな感じで、やっぱスクエアも可愛いですよね。個人的になんか私は自分の顔に合ってるのもやっぱちょっとスクエアっぽいような形かなっていう気がするんですが、なんかさっきのオーバル系のメガネよりももうちょっとレンズが太いというかしっかりしているので、よりこう顔をちっちゃく見せてくれるような形かなっていうふうに思うんですが、これがですねフレームが可愛くって、前から見ると普通にブラックに見えると思うんですけど、サイドが別光になってるんですよ。これがすごい可愛くて気に入ってます。正面の内側のフレームもね別光になったりとかするんですけど、これがすごいおしゃれで可愛いです。なんかよくブラック全部ブラックのフレームのスクエアのサングラスとかはあるけど、こういうなんかちょっと色が変わってる感じはわりかし珍しいかなと思うので、そこが気に入っているポイントです。結構フレームもしっかりしていて、サイドのところとかもちょっと太めになっていて存在感のあるサングラスかなと思います。続きまして10個目が、じゃじゃーん、こちらのサングラスになっております。これがボニークライドっていうところのサングラスなんですけど、これも私すっごいお気に入りです。形はちなみにスクエアっぽい感じの形なんですが、フレームがね今まで結構、まあ、プラのものが多かったかなと思うんですが、これはちょっとメタル素材というかになっていて可愛いんですよね。こんな感じですっごい気に入ってるこのメガネ。フレームがローズゴールド、なんだろうこれ、ゴールドかな、普通にちょっと薄めのゴールドのフレームになっていて、結構やっぱだからいかつい感じの印象もあるかなとは思うんですが、それがまたすごい可愛くて、このキラッとした感じ可愛くて気に入ってます。結構細縁なので本当にクールな感じの印象なんですが、レンズもちょっとミラーっぽくなっていて、そこもまた可愛いですよね。これは同じスクエアなんですけど、さっきのよりも結構レンズがちっちゃめになっているので、よりなんか印象が薄くなるっていうか、そういったサングラスかなと思うんですが、ちょっとなんかベラっぽい雰囲気があるなって思ってて、結構私的にベラってこういう細めのなんかなんだろう、なんかヴィンテージっぽいような、どっちかっていうとちょっと昔っぽい感じのサングラスをよくかけてるイメージがあるんですが、そういった雰囲気があって結構気に入ってるサングラスです。では続いてラストなんですけど、ラスト11個目がじゃじゃん、こちらのサングラスでございます。これがねサンローランのサングラスなんですけど、私が持ってるアイウェアの中でと言ってもいいかな、一番細いサングラスです。ただ横幅結構あるので、なんか細いけどそんなにこうちっちゃいっていう印象もなく、この横幅があることで割と顔もすっきり細い割には見えるかなと思うので、これもとっても気に入っていて、多分最近一番かけてるサングラスかなっていう気がします。まあサンローランっていうのもねあるんですけど、お安いお買い物ではなかったのでたくさん使おうと思って使ってますが、もう形もすごい気に入ってます。これはちなみにあのヘイリーがかけてるのを見て、すっすごい可愛いサングラスだなと思って気になっていて、で同じのを買っちゃいましたっていう感じです。ヘイリー買いをしました。ほんとこのなんか枝豆みたいななんか細いレンズっていうのがとっても可愛くて気に入ってる。このサングラスは本当にあんまり何も考えずにかけられるサングラスです。形自体はちょっと変わった感じかなとは思うんですけど、意外とほんといろんなファッションに合わせやすくって、いい意味でこう響きにくい感じのサングラスかなと思っているので、これもめちゃくちゃおすすめすごい使ってる。はい、ということで以上が今回ピックしたアイデアになります。
どうでしたか？結構まあいっぱいあったと思うんですけど、本当にいろんな形だったりとかいろんなカラーとかを持っているんですが、まあやっぱでもブラックが一番使いやすくて何かとつけることも多いので、中でもブラックのサングラスが多かったかなと思うんですけれども、なんかぜひ参考になったら嬉しいなっていうふうに思います。ちなみに私がよく最近使っているサングラスで言うと、圧倒的にやっぱこのサンローランのサングラスが一番使うことが多いんですが、その次だとここら辺かな、最後の方に紹介したボニークライドのやつとスペックスのやつもよくかけてますね。でクリアなレンズのやつでいくと、まあ、このゾフのねルネッタグラスが一番使ってるんですが、その次だと割とこのアベマのキャットアイのオリーブグリーンの方かなのメガネをよくしてるっていう感じです。私もサングラスはオールシーズン、夏とか関係なくオールシーズンつけることが多くて、まあ、夏は特にやっぱもう太陽が眩しすぎるので必須アイテムなんですけど、おしゃれの一部としてもすごく楽しめるアイテムだなと思うので、これからもいろいろね集めていきたいなっていうふうに思っております。ちなみに今日も私もうすぐに登山を始めるっていうか登山をするんですよ、予定があって。だからいろいろ登山グッズを集めてるんですけど、そういう登山の時でも使えそうなズレ見えにくいだったりとか、なんかこう眩しくない紫外線もしっかりカットしてくれるみたいなサングラスをね見に行こうかなって思っております。そうだから本当サングラス集める好きなので、もしおすすめのブランドだったりとかある人いたらぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。